はい、僕たちがジュエルモンスターズです。はい、カイトです。はい、アルトです。今日はね、はい、カイトの持ち込み企画ということでね。はい、僕の持ち込み企画なんですけど、何も聞かされてないですけど、はい、昔さ、ジュエルモンスターズがカードゲームやんなかった。バトスピデュエマやってるやつ俺見たことないぞ。あ、これダメだ、これ絶対ダメだけど。デュエマだけしたことない。デュエマだけしたことない。バトスピなんだね。バトスピだけ。すごいね、デュエルマスターとかデュエルモンスター、あの青色のコア。あ、そうそうそうだ。あと、まあ、遊戯王とかそう有名なやつあるやん、かっこいい。遊戯王知らない。嘘、かっこいい絵柄ついててみたいな、いろんな能力があってみたいな。でね、じゃあ僕ね、いいものを見つけてしまいましてね。あのね、これね、大富豪大貧民って書いてるじゃないですか。これ大富豪大貧民なんですけど、これカードがすごいのが、ルールは大富豪大貧民なんですけど、カードがね、見て、ほら、もう男心ワクワクするような、ほら見てこれ、ほら、やばない？これめっちゃかっこよくない？これちなみにどこで見つけたんですか？これドンキホーテです。某ドンキホーテ、某ドンキホーテさんの方で見つけて、マジでかっこいいと思って、なんかいろいろここに能力とか書いてあって、すごいカードゲームみたいな感じなんですよ。で、やることは大富豪大貧民みたいな。一緒だと一緒。そうそうそう、一緒だけどちょっとまあルールが違うんだけど、このね、大富豪大貧民、この男心をワクワクさせるようなね、この大富豪大貧民をね、やっていきたいと思います。それではですね、2人でできないんで、ちょっとスタッフさんの方にも協力していただいて、いこうと思います。それでは行きましょう、せーの、わーいわーい。はい、じゃあね、カードの紹介をしていきたいと思います。すごい3ね、これソロでスペ3返し、これね、普通の1枚でね、そう、1枚でこういう能力があるっていう。はい、次4が、これも3枚、普通に効果ないけど3枚セットで出すと、自分以外のプレイヤーは一番強いカードを捨てなければならない。新しい能力でね、普通の大富豪じゃないやつ、ね、うん、ないね。で、次の5だね、これ1枚でこの場が流れるまでこのカードと同じ色ね、色のカードしか出せないっていう。黒だったら黒で、赤だったら赤で、そうそう、黒だったら黒、赤だったら赤っていう感じで、6が6戻し、11バック中に出すと一時的な革命状態から元に戻る。で、この3枚、これ3枚揃うとセットで出すと革命が起きて、このゲームでは再び革命を起こすことができない。で、次が7渡しね。これ7、普通の7渡しと一緒で、次のプレイヤーに自分のカード、1枚好きなカードを渡せる。はい、で、次8、こっち矢切りね。これいつも通りの能力だね。次がヒューリバース、この場が流れるまでプレイする順番が逆転する、セットで出しても効果も同じ、だからこれ逆回転するってことね。で、これカードが3枚揃うと、手札にある任意の2枚と捨て場から無作為に引いた2枚のカードを交換することができる。すごいね、これもね。で、次10捨てだね。これ自分の手札にある任意のカードを1枚捨てることができるっていう能力、これも強いね。はい、次11、これ11バックね。これは場が流れるまで一時的な革命状態になって、カードの強弱が逆転する。だから2が一番強かった、2とか、あ、ジョーカーか、まあ、数字で言うと2が一番強かったのが3が一番強くなる。いいね、ね、これもみんな知ってると思う、おなじみのやつだ。で、次9ボンバー、この任意の数字を含む自分を含む全プレイヤーに、なんか自分が言ったカードを伏せさせることができる、うんうんうん、で、これをセットで出した場合、その枚数分コールすることができる。で、次がキングね、ケースキップ、次のプレイヤーの出番を飛ばすことができる。これ普通に、で、その枚数分プレイヤーの出番を飛ばすことができる。これ普通のスキップと同じの、ウノと一緒だね。で、次がエース、これがね、自分の手番でなくても出すことができて、まあ、ただし出番の直後だには出せない。この時本来の手番の人が自分の間にいる人をスキップしたと考える。で、このカードが3枚揃ってセットで出すと、他のプレイヤーの任意のプレイヤーの手札にある最も強いカードを2枚と自分の手札にある任意のカード2枚交換すること。これも強い。で、このドラゴンめっちゃかっこいいよね。やばいよね。これが4枚セットで出すと大革命ってことが起きて、もう勝利、上がっちゃう、勝ちって。で、次ジョーカー、もうこれはもうみんな知るようなジョーカーなんだけど、最強のカードであり革命の影響を受け、だからもうこれはもう最強ってこと、ジョーカーで、まあ、セットよりか
階段で出すときに、ね、他のカードの代わりになる。これもいつも通りの大富豪の能力。かっこいい、いつも。どのキャラですか？2のドラゴンかな。2のドラゴン。2のドラゴン一番かっこいい。マジで一番かっこいい。子供心、ね、子供心、男心くすぐりよね。うん。じゃあ配ってやっていこう。配ってやっていくぜ。やろう。どうする？1枚、まあ、1枚ずつちょっと聞こえる。ここでいいよ。ここでいいか。パパママって割って入る。あの、ちょっと待って。トランプさ、いつもするの何ゲームしてる？でも大富豪はめっちゃあるね。大富豪ある、うん、大富豪ある。高校生とかさ、中学生、いや小学生もね、修学旅行とかめっちゃやばかった。じゃんけんで決めろ。うん、うん、最初はじゃんけんぽい。はい、これショーン、シャイ。僕から時計回り。いい、時計回り、時計回り。すごいね、能力がね、多すぎる。4で、これ効果発動するときちゃんと呼ばないとダメだよ。効果ないもんな。うん、はい。はい。効果発動。何？この場が流れるまで。あら。あ、ハートか。ハートか。ダイヤしか出せない。いいえ。やべえ、ハートかダイヤしか出せない。うん。くそー。イレブンバー。効果発動。イレブンバー。おー。革命状態。一時的な革命状態。今。効果発動。イレブンバックの効果を消す。なんだって。楽しいね。か。赤くする。うん。なんかスワンイベントとかなんかみんなでやりたいな。あ、わかる。ね。効果発動。効果ないカードがないって。効果発動。キングスケーン。強そう。某フェイトに。やめな。クイーンボンバー。クイーンボンバーだと思ってた。それでは、ちなみにセットで出したから2枚。2枚です、ね、2枚か。なんで2種類じゃん。2種類か。2種類。では宣言させていただきましょう。はい、2 10。おー、持ってない。うー、最悪だよ。しちゃきた。これが怖いね、このゲーム。これですか、カイト。最悪だ。うん、す。おお。パスで。流します。矢切り。お。効果発動矢切り。ただの4。お、効果発動。矢切り。違うよ。クローバーかスペードしか出せない。おっと、クローバーしか出せない。やばい。早く。やばいよ。あ、俺ミスった。早くしてもらって。効果発動。自分の手番にいつでも3枚セットで出すことができる。おえー。どのやつでも、どの段階でもいつでも。なるほどなるほど。能力無視で出す。ああ。これ今3。しかもこれすごくないカード。見て。1枚しかない。同じ黒の中で。そう。本当だ。3枚じゃないと出せない。出せないです。なるほどね。そういう能力です。効果発動。ふざけんな。なんもないけど。やば。嘘だよ、あるわ。あるやん、9ボンバー。お、マジか。した数。9ボンバー、9じゃない、クイーンボンバーだ。3枚だから、3種類でしょ。13以上。あ、2だから、まあ、やめてもいい。流れます。しゃ。流れます。やべ、強いやつ全部だ。矢切り。何 ?7 の2枚で隣に上げて、上がり。うわ、マジか。いえ、上がり。はい、どうぞ。そう。上がりだよ。マジかよ。マジかよ、持ってきた本人マジで。4通。なんだっけ ?4 枚。6枚。マジかよ。6枚。うわ、しかも。7、2枚出せなかったから、7の2枚持ったら。6? 2枚。7、2。うわぁ。効果あったっけ。あ、7渡し。次のプレイヤーに。うわー、最悪だよ。今最悪。しかもさ、カイトがさ、何持ってるかってさ、もう分かってるからさ。ここから挽回できる。矢切ります。はい、無理です。エース。おお、ここでエース。5。うわー、終了。カイトの負け。できた本人が負けるやつ。それは雑魚くね。やば。
くそー、上だ。今回はですね、うん、新しく発見した大富豪やってみたので、よかったらドン・キホーテとかで買って、はい、友達とやってみてください。はい、大富豪大貧民、これね、これめっちゃかっこいいみんなも買ってやってね。それでは以上、僕たちがジュエルモンスターズでした。せーの、キラキラー。